かなりやる気になってるみたいっすね。仕掛けてくる気配はないっすね。かなりやる気になってるみたいっすね。体勢を崩してですね。今なら何か仕掛けてくるっすか。敵艦から高エネルギー反応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 。何か仕掛けてくるっすか。敵艦から高エネルギー反応。何か仕掛けてくるっすか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 。あれは防御の構えっすか。かなり警戒してるみたいっすね。仕掛けてくる気配はないっすね。仕掛けてくる気配はないっすね。あれは防御の構えっすか。こっちから仕掛けた方がいい気がするっす。かなり警戒してるみたいっすね。かなり警戒してるみたいっすね。こっちから仕掛けた方がいい気がするっす。何か仕掛けてくるっすか。体勢を崩してですね。今ならかなり警戒してるみたいっすね。何か仕掛けてくるっすか。かなりやる気になってるみたいっすね。仕掛けてくる気配はないっすね。こっちから仕掛けた方がいい気がするっす。何か仕掛けてくるっすか。かなり警戒してるみたいっすね。仕掛けてくる気配はないっすね。仕掛けてくる気配はないっすね。何か企んでる感じっすね。こっちから仕掛けた方がいい気がするっす。何か仕掛けてくるっすか。勇者の力レッレッカンス。これでお二人からの挑戦を終わらせてやるわ。レン頑張れ。回復してあげる。何か企んでる感じっす。
かなりやる気になってるみたいっすね。何か企んでる感じっすね。何か企んでる感じっすね。体勢を崩してですね。今敵艦から高エネルギー反応？かなり警戒してるみたいっすね。体勢を崩してですね。かなり警戒してるみたいっすね。あれは防御の構え？仕掛けてくる気配はないっすね。こっちから仕掛けた方がいい気がするっす。こっちから仕掛けた方がいい気がするっす。あれは防御の構え？敵艦から高エネルギー反応？こっちから仕掛けた方がいい気がするっす。体勢を崩してですね。今なら敵艦から高エネルギー反応？かなりやる気になってるみたいっすね。こっちから仕掛けた方がいい気がするっす。敵艦から高エネルギー反応？こっちから仕掛けた方がいい気がするっす。何か企んでる感じっす。仕掛けてくる気配はないっすね。体勢を崩してですね。何か企んでる感じっす。こっちから仕掛けた方がいい気がするっす。あれは防御の構え？何か仕掛けてくるっすか？あれは防御の構えっすか？かなり警戒してるみたいっすね。体勢を崩してですね。やだ、 G キャッスル前よりも強くなってる。 G キャッスル勝利。もっともっと強くなるっす。かかってきなさい。レオの番。落ち着いて、落ち着いて、うち。これでもっと、シュシュ様のお役に立てるくらいんだけど。レン、頑張る。ダークスターぬる。落ち着いて、落ち着いて、ごめんなさい。どうしようかな。やっと私の番ね。レオの番ね。落ち着いて、落ち着いて、うち。レオの番ね。これでもっとシュシュ様のお役に立てるっす。レオ、頑張る。これで壊れんしよう。どうしようかな。え？レン、頑張る。レン、やりーっす。さあ、かかってきなさい。レン、頑張る。ダークスターぬる。え？これでどうしよう。私の番なんだ。レン、頑張る。やりーっす。よし、頑張ろうね、シュシュちゃん。レン、頑張る。どうか私の番？やってられたっつーの。とどめ。落ち着いて、落ち着いて。あ、もう私の番なんだ。ごめん、ごめんね。もっともっと強くなるっす。よかった、変身できました。わ、びっくりした。変身したかったの？はい、どうしてもこの姿に変身したかったんです。あの、スプラさん。ダメです、私が許しませんわ。まだ何も言ってないじゃん。おっしゃりたいことはお見通しです。いくらお姉様といえど、なんでそんな意地悪を。あ、もしかしてチラシプレイ？違います。だったらいいじゃないですか。シャンディさんにはド S な私がいるんですし、私は私にいじめてもらえないんですよ。それはおかわいそうだとは思いますけど、
おまんじゅうのお姉様にして。誰がおまんじゅうですか。もっと言ってください。お願いします。おまんじゅう、このまんじゅうめ、おまんじゅう、おまんじゅう。ありがとうございます。とにかく私はお姉様が不在で寂しい心の隙、この上スプラお姉様まで取られてしまったら。不在ではないですけど。じゃあ私が元に戻ったらスプラさんは譲ってくれるんですね。その時はお二人に両サイドから。ああ、そんな羨ましいことさせませんよ。ド S な私に言いつけちゃいます。もうシャンディさんいじめちゃダメって。ああ無理です。この二人の口喧嘩は争ってる内容。なあ、私の意思は関係ないのか。諦めろ。ああなったら人の。だいぶ歩いたもん。お疲れ様です。あれ、シュシュちゃん変身して。いえ、前回もまた。一応反省はするのよね。とこの体ではお茶も。月花様、手伝っていただけますか。あ、はい。皆様お待たせいたしました。おお、ありがとう。私くらいの年になると。分かってくださいますか。そうなんです。ふぅふぅ、苦っ。こんなの飲めないわよ。うちもそう思ったんですけど。お口に合いませんでしたか。これくらい苦い方が疲れに効くかと思ったのです。いや、良い塩梅じゃ。これは良いですな。私は逆に運動不足で足がむくんでしまいます。これで茶受けの一つでもあれば。甘いものは疲れが取れますもん。塩分の補給も大。あの子さ、個性がないとか悩んでたけど。はい、盲点だったす。年寄り属性、おばあちゃん属性持ちだったとはな。前はわしが一番上で若いやつばっかりだったからな。個性あったよって教えてあげたら喜ぶかな。やめといた方がいいわ。行くぞ我が号泣。うわぁ、すごいすごい。口でキャッチした、それは反則だ。ヘルス投げる。あ、そんな遠くに。ヘルス上手上手。我が妹ながら、なんと華麗な体力。はぁ、休憩中。子供の体力、初めから遊ぶ気満々だったんじゃないの。はて、あんなものを持ち込んでいたようには。行くよシャルル。そんなシャルル避けた。もうダメ、名手にもエラーは。とこっちまで。ごめん、ったく。目が回った。あんたちんまいの。え、シュシュさん。シュシュちゃんならずっと。いや、あんたはもっと早く気づきなさ。おい、お前ら。あ、いいのいいの、私が一緒に遊ぼうって誘ったから。これは遊びに入るのか。いえ、さすがにこんなことをする方はいません。すっごい楽しいやん。ギューンって回転してバシューって飛んでくの。あ、シャルルだけはちょっとヘロヘロって感じかな。なお、お姉ちゃん早く。早く投げて投げて。投げ返して。うん、もっと遊んでくる。じゃ、キャッチ。どういたしまして。まあいいんじゃない。また変身してる。ん？わしに用か。本を貸して。読みたい。本？別に構わんが、どれでも良いのか？お前、そのか。